真面目に話す気なくなりました。もう話しましょう。クール。キッチン。パンタマタマトマ。イエス。しました。神だ、配線がいいね。おお、素晴らしい。いいですね。直したの真横さん？いや、違いますよ。ゲンです。ゲンが直しました。あ、いや、高田です。あ、違いますよ。え、違う、僕ですよ。あ、いや、僕です。絶対ケイシではないわ。高田さん停電直ったときぶきこでうろうろした。アメネコさんが裏から直す、ハイデマの裏から直せますよね。あ、なるほどね。あ、ハイデマの裏から直す。真面目に話す気なくなりました。もう話しました。ごめんね。アメネコさんは配線してました。展望デッキの。で、私は展望デッキで直しました。はい。はい。あ、まず。アメネコさんも嘘なのか。最低なんだ。僕、嘘って、え、なんて、僕、直したって言ってないよ、人。あ、違うわ。高田さん。なんでよ。直したのにされてんの。混乱しないで。嘘つきにされちゃった。嘘ついてないのに、俺。すいません、パッション出してすいません。おじさんたちが泣いても可愛くないですよ。すいません。不快に思われた方、すいませんでした。よし。ヌーン乗りやすくなったって言いましたけど、そうでもないな。あんまり変わらんか。42280。よっ。よし。あれ、本当に、あれ、びっくりした。本当に武器庫の後ろから直せんだね、あれね。え、何がですか？ね、え、テレン直してないですよ。ん？何嘘つくの？ねえ、藤目くんね、僕が直してるの見たよね。本当のこと雪伏せました。ごめん、藤目や。今、貨物の弁当開きました、多分。え？本当ですか？僕、診察からゴミ捨てしてて、で、ゴミを振り回してて、ちょっと、あんま被ってて見えなかったんですけど、閉まった時のこの、バウンみたいなのが見えました。ちなみに貨物ラウンジアーカイブシャワーと言ってるけど、俺誰とも会ってない。多分入ったのか出たのかわかんないですけど、絶対に弁当は開いたと思います。の弁当っすね。まあ、じゃあ、貨物の弁当。まあ、見間違いかもしれないっていう前提で話すこともないし、洗うよ。あ、一応僕、まあ、多分開いてると思う。アドミン情報ありますよ。99% 開いてる。99% 開いてる。じゃあ、俺の移動ルートを見てるはずだ、絶対。いや、移動最後のパパってところで、ミーティング1と宿舎前に1があったんです。前慎太郎。並び出てこ、並び出てこ。宿舎前慎太郎。で、電気が1。宿舎前慎太郎。電気1。エレキ1。電気僕です。あ、竹雄さん。キッチン1と武器庫2。キッチン。まあ、最終はアメノコフジミヤはキッチンですけど、その直前まで武器庫いました。武器庫には多分僕フジミヤじゃないかな。で、あと1人、キッチンは。キッチンが私だと思います。はい、はい。で、アーカイブ、診察、貨物に1ずつついてたはず。あ、じゃあアーカイブ俺じゃない？多分。メインはメイン。最後僕、アーカイブシャワーメインの動きをしてます。メインは？メインはついてたかな。いや、ついてるはず。最後、入ってる。まあ、アーカイブ診察貨物ってことはもう診察がいないっすよね。あ、診察僕ですよ。ゴミさんが診察で見た。ゴミ捨てのとこで見たって。ゴミ捨てのところで、そう。シャワーに移動してたかな。あ、だからそれ俺。じゃあ、アルマ君が。ああ、そっか。高田さんって何もせずに、シャワーも鳴きます。僕、アーカイブで、本入れして、シャワーでメインなんですけど。じゃあ、最終貨物にいた人いないってこと？インポスターだ。あ、じゃあ絶対インポスターだ。弁当が動いたことが確定しないですか？ほぼプテハシっぽいね。じゃない。弁当が空いたことが立証されたと思う。アドミンに移ってる。藤宮君に入れられてる、これ多分。ん？高田さんは、そう、アーカイブからシャワーに移動したのは見えてる。それ、貨物の人間が名乗り出てないから。うん。
まあ見間違いの場合が一番怖いんで、確実性はない気もしますかね。で3、アメネコさんに2票入ったのはよいしょ、ちょっと不思議な感もしますが、やばすぎ。藤宮隠しろ、藤宮隠しろ。いや、まあ、1キルだ。2キルか。いや、竹田さんだけっすよ。え、あ、みんな違う違う、2キル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 でしょ。黒くなってないけど、バツ。隠しろは誰ですか？アルマ・藤宮かな。2郎じゃない限りは、ここ絶対無理。うん、あ、オッケーです。僕、ボタンです。うん。真横、コミサボ直しました。誰も来てなかったです。誰かエレキに降りた人いません？あ、エレキ降りたの多分俺かな。いや、でも結構前だよ。うん、そうですね。マジプテハシさん釣りて、プテハシアルマルらしません？いいですよ。え、てかさ、え、でもアルマこのターンって。いや、アルマさん、あ、そうか、メイヤさんがアドミン情報出してくれてたのか。死んでるから、俺が死んだから。あ、そうか、そうか、そうか。まあ、だから、僕の視点だとアドミンの覚え間違いなんだよね。メインは絶対入ってるから。もしくはアルマさんの見間違い？高田さんの可能性は、いや、使わない。可能性値が出なかったんで。いや、高田さんはもう弾いていいと思います。だって、メイヤさんが、あ、1キロ目のその、あ、1キロ目っていうか、ベントの疑いは、うん、メイヤさんがアーカイブシャワーの動きを見ていて、うん、で、貨物の人間が名乗りに行ってないから。待って待って待って、慎太郎くんってさ、僕がさ、まあ、上がったのは見てくれて、上がったのは見てくれてないかもしれないけど、はしごの音は聞こえてたと思うんだけど、1個しか聞こえてないと思うんだけど、どうですか？覚えてないです。覚えてないか。北田さんが金庫室からミーティングに行ったのは多分合ってるんですけど、はしごの音は自信がないな。僕、登って、すぐボタンなんだけど。まあ、今回やってなくてもって感じです。アドミン情報ってもそこはあるな。でも今回やってないので、ありえないんですよね。じゃあ、まあ。多分、北田さんが白の場合って、なんか、北田さんの移動経路を高田さんが乗っ取っていい感じになってるみたいな、ない。それはある。ありえない。あるの？メイヤの情報が貨物1の状態で、アーカイブかシャワーって言っているから。てか、しかも、高田さんのは先に情報出してたから。てか、俺がそもそも、そう、プテハシさんって、剣士と会ってないわけじゃん。そう、僕は会ってないの、会ってないの。うん。そう、だから、剣士がそもそもプテハシさんの行動乗っ取れないし、剣士が先に行動出してる点から、剣士の言ってることが正であり、メイヤ君が死んでるから、まあ、プテハシアルマローラは真っ当。ちょっとごめんなさい、時間使われちゃった。ローラーまでしてほしいです。オスナーだったら相方、藤宮確定ってことでしょ。うん。それも見て、ローラーしてほしい。藤宮は、するローラーしてほしい。どうなんだろうね。俺は、じゃあ、なんかお肉一考えたいですね。この日の記憶だけたどると、多分、プテさん。そもそもお会いしてないんで何とも言えないんですけど、本当の方で時間使っちゃったんで、まあ僕ロラしてこの2死体の話してもいいですし、お任せします。他の人は知らない派ですよ、俺もロラしない派。アドミン情報とのなんかズレが出たという点で止めた方がいいかなって感じです。なんか単純になんですけど、アルマ・フジミは確定じゃないですか、プテハシ・シロだった場合って。うんうんうん。あ、確じゃないけど。あれってお互い白取ってたんじゃない？でもお互い白出ししてんじゃないの？そうそう、アルマ・フジミはさっきの西谷の時はもう無理です。うん、だからもうあれだね。で、メイヤ君の言ってることが正になるから、絶対的に。うん、だから、プテハシ・シロの場合って、アルマ、もう剣士を白起した以上、アルマ・フジミのインポスターしかないんだから、ダブルキルを起こせないし、起こしたら負けるから。ちなみに藤宮さんを白軸で置いた場合は現まで白で弾けると思います。昨日のキルに関しては私藤宮さんとシャワー室の中までご一緒してて、ワンチャン中で殺したパターンぐらいですよね、多分。そうですね、それぐらいですかね。藤宮君視点は原さんほぼ弾けるっていうのは証言として、シャワーのタオルタスクのとこに最終いたのを見ただけなんで、残り5秒ぐらいで藤宮さんもそこまで一応通っているので、シャワーはものすごくタイミングよくメインとかから人が来ない限りは私は誰も殺せないです、うん、そうですね。
かなり厳しい。他にチロ打てる人っています？なんかさっきのダブルキルで。僕同期です。言っとくと。同期。多分浮いてんじゃない？俺はエレクトリカルにずっといて、多分それは下った音は藤宮から出てる。うん。あ、結構みんなあれなんですよ、浮いてる。私もコミサボ行くまで誰ともすれ違ってないんで、孤立してる。めっちゃみんな気がする。みんな結構移動したんですけど全然人いなかった。犯人は真由子。なんで？正解。違う。正解。カバの前で切ったでしょ。あ、それもありそう。まあ、あ、まあ、確かに。まあ、キルマッチでいいんじゃないですか。で、僕、うん、釣ります？いや、釣らない。釣らないよ。あ、ありがとうございます。私議論始まってすぐスキップ入れました。もう慎太郎さんってプテさんになんか白出ししてませんでした？野菜出してないですよ。してない。金庫から出て、あ、うん、そう、金庫から出ていくところまで見てるんで、うん、あ、ミーティングの上のキルは否定できないから。うん、僕目線今ね。プテさんで硬くなったので、まあ、うん、分かりやすくなったかとは思います。ちょっと出力が上がっている気がする。よいしょ。はい。あ、ちょっと待ってくれ。右行こう。ラウンジ、ハメ猫さん。慎太郎さん、メニコさん、うん、ほい、しゅ、怖いのでレポートをクリックしつつ、誰も死んでない。停電前は誰も死んでませんでした。なんか足見えましたね、今。よいしょ。おー、人多いな。おー、めっちゃおる、めっちゃおる。おー。加賀さんもいる。めちゃめちゃいるな。おー、エレキか。高田さんです。どっちの声の方が犯人だと思います？どっちだと思いますか？ちょっとわかんないんで、どっちも釣れましょう。どっちにしよっかな。高田さんです。これさ、エレキに高田さん以外全員いなかったっけ？いや、高田さんまあセキュリティに真由子、高田、藤宮の瞬間があったんですよ、ね。あ、そうなんだ。うん、じゃあ、下位置どこ、これ。あ、僕、貨物に。バイタル前ぐらいですね。あ、そうなんだ。ああ、まあ、納得納得。見たことないや。え、ミーティング？ミーティングではないでしょ。あれ？僕藤宮から入る。だけ、あ、僕入れました、藤宮さんに。隠してるなのに。いただろう。はい、あ、スタチオ。スタチオ？すいません。スタチオ。ナイス。メレントは芸人さんみたいな。もうやめられた。メレント。弁当僕です。なんか、ああ。下だったか。昼くる溜まったから探しに行ってたんですよね。最近なんか藤宮くんが警察犬って呼ばれてますけど、なんか、うん、藤宮くんが警察犬というよりは藤宮くんがいるところで誰かが死ぬって感じ。ああ、死神かもしれない。死神って呼ばれるタイプの人間。死神かもしれない。どっちかっていうと。死神感があるね。じゃあ次行きますか。はい、お願いします。お願いします。なんの。